こんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回は映画検定2級のですね、問題の設問の1から20のですね、解説の補足をちょっとさせていただければなと思います。まずですね、ちょっと映画検定の話の概要と動画の概要だけちょっと紹介させていただきます。1級から4級までありまして、去年から今年の頭にかけてですね、ネット上、それから1級は、試験会場の方で行われてですね、まあ、2級の方はですね、全体で60問あって、すべて4択、で正解率が 70% 以上で合格で、試験範囲としては戦後以降の作品で、映画史に関わる映画運動とか、映画興行とかに関わる問題も出ると。公式サイトには100問の問題の答えと解説っていうのも載ってるんですけれども、まあ、もう少しちょっと補足あった方がいいかなってところに関しては私の方でちょっと補足を勝手ながらさせていただいております。でまた次回やるかどうかわからないんですけれども、まあ、そういったところの参考になれば幸いですと。で一応自分なりにちょっと難易度っていうのをですね星5つでつけてみましたけど、これあくまで主観なので、まあ、当然ですね、試験を受けた年代とかですね、それから得意なジャンル不得意なジャンル、まあ、そういったところによって難易度が変わってくるかなと思うので、まあ、あくまで参考程度に見ていただければなと思います。で100問全部一気にやるのはちょっと難しいので、設問の1から20までを今回させていただければなと思います。で早速設問の1なんですけども、アカデミー賞で監督賞を受賞した監督を選ぶ問題ですね。これキャスリン・ビーグロー、グレタ・ガーウィク、ジェーン・カンピオン、それからソフィア・コッパラの4択なんですけども、答えはキャスリン・ビーグローですね。まあ、難易度は1にしております。まあ比較的これは2級の中でも簡単な方かなと思いますね。まあ、というのもですね、まあ、キャスリン・ビーグローの話って、まあ、これ10年ぐらい前ですよね。2009年のですね、ハートロッカーっていう映画でアカデミー賞の作品賞、監督賞を取ったんですけれども、この時のアカデミー賞で話題になったのは、元夫のジェームズ・キャメロンのアバターとこのハートロッカーが対決っていう感じになったんで、結構話題になってですね、元妻のキャスリン・ビグロが取ったっていうところで、結構話題になった話ですね。で、まあ、キャスリン・ビグロの話ちょっとしておくと、81年に映画監督デビューして、まあ、代表作としては91年のハートブルーですね、キアヌ・リーブス主演の。あとはですね、K-19 ですね、2002年の映画とか、あのあたりですかね。あとは最近だとゼロダークサーティっていうね、ビンラディンを追った女性の話とか、あとはデトロイトっていうね、2016年の、まあ、黒人をね、こう警察が無駄出しにした話とか、ああいう話の映画、結構骨太作品が最近は多いかなという監督さんですね。でちなみに選択肢の2番目のグレタ・ガーウィクですね、まあ、これ最近注目の女性監督ですけれども、まあ、レディーバードですね。この映画ではアカデミー賞のですね、作品賞、監督賞、それから脚本賞にもノミネートされた作品でしたね。それからですね、あの日本では公開延期になってしまいましたけれども、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語も監督脚本を務めてると。それからですね、ジェーン・カンピオン、この人は1番目のやっぱりピアノレッスンですね、まあ、この映画でアカデミー賞の監督賞をノミネートされて、まあ、ホリーハンターとかですね、あのアンナ・パキンとかね、出た映画ですけれども、この映画ではカンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞したと、まあ、これが女性初だということと、あとこの人、ニュージーランド出身なんですけども、ニュージーランド出身の人で初というふうなですね、こともあったと。あと、後の話題作で言うと、イン・ザ・カットっていうね、デミ・ムーアがヌードを披露して話題になった映画でしたね。それから4番目のソフィア・コッパラですけれども、この人はもうご存知、フランシス・フォード・コッパラの娘さんですね。で、彼の、まあ、作品にもね、まあ、子役時代から出てたんですけど、まあ、ゴッドファーザーパート3でね、ラジー賞取っちゃったりとか。あとはスターウォーズのファントムメナスとかもね、ラジー賞ノミネートされたりとか、演者としてはね、なかなか評価されなかったんですけども、98年にね、短編映画で映画デビュー、監督デビューして、日本が舞台になったね、ロスト・イン・トランスレーションっていう2003年の映画でアカデミー賞のね、監督賞にノミネートされて、脚本賞は取ったと、まあ、いうようなところがですね、まあ、この選択肢の補足になりますかね。でそれ以外のところでの補足で言うと、この4人にプラスしてもう1人アカデミー賞監督賞にノミネートされた女性監督がいて、その人がリナ・ウェルト・ミューラーという人で、この人はセブン・ビューティーズっていう75年の映画で監督賞、脚本賞にノミネートされていると。で彼女が多分有名なのはこの流されてじゃないかなと思いますね。というところが、まあ、選択肢1の補足ですね。説問の2に行きたいと思いますね。ダニエル・デイ・ルイスはですね、アカデミー賞に関する記述を選ぶ問題で、主演男優賞6回受賞、3回受賞、2回受賞して助演1回受賞、それから主演助演ともに候補にはなってるけども、こう受賞はなしという選択肢なんですけども、これ答えはですね、主演男優賞3回受賞ですね。まあ、これも3回受賞した主演男優賞と3回受賞した俳優っていうのはですね、2020年現在ですね、ダニエル・デイ・ルイスしかいないので、まあ、これは比較的簡単かなと思いますね。
ちなみに内訳としてはマイレフトフットとゼアウィルビーブラッドとリンカーンの3作品になっていると。で、補足なんですけども、それ以外にノミネートされた作品でいうとですね、父の祈りをとギャング・オブ・ニューヨークとファントム・スレッドですね。で、ダニエル・デイ・ルイスの話を少ししておくと、もう元俳優ですね、引退してますよね。まあ、70年代に映画デビューした後、しばらくは舞台で活動して、まあ、その後に映画界に戻ってですね、あのバイ・ビューティフル・ラントレットっていうね、イギリスの同世代のことをね、描いた映画とか、あとは眺めのいい部屋とか、この辺で注目を集めてハリウッドに行くと。で、いろいろこうね、賞を取ったりと評価されたりをして、その後ですね、一旦こう俳優業を辞めて靴屋になるための修行をイタリアでしてたところにですね、あのこのギャング・オブ・ニューヨークを監督したマーティン・スコセッシが映画に出てほしいっていうことをね、口説きに行ったって話は結構有名ですよね。で、それからこのポール・トーマス・アンダーソンですね、ゼア・ウィル・ビー・ブラッドでもタッグ組んだ人と、このファントム・スレッドっていう映画を撮った最後に今引退という風な形になってますね。まあ、それ以外にもね、ラストオブモヒカンとかエイジオブイノセンスとかね、ナインとかね、本当に話題作ね、たくさん出てる人ですけれども、それでは設問さんに行きたいと思いますけれども、キキキリンが企画を担当した作品を答える問題で、命短し恋をせよ乙女、エリカ38、日々これ口実、森のいる場所のこの4択ですけれども、答えはエリカ38ですね。まあ、難易度は2つにしてますね。まあ、比較的最近の話なので、まあ、これはそんなに高くはないかなというところではありますけれども、選択肢1個ずつ見ていくと、この命短し恋せよ乙女っていうのは、これはキキキリンさんの遺作になった映画ですね。監督は日本で活動しているドーリス・デリエっていう人でですね、2018年のドイツ映画になってますね。で、このエリカ38はですね、これは日本で2029年公開された映画で、あのキキキリンが仲のいいですね、浅田美代子のために企画を作ったっていうような作品でですね、浅田美代子がなんと45年ぶりに主役を務めたというようなことでしたね。で、調べてみると74年の明日輝くっていう映画以来の主演ですね。まあ、それ以外にも映画出てるみたいなんですけどね。で、次がまあ日々これ口実ですけれども、これも2018年のですね、日本映画で、これはあのエッセイストのですね、森下紀子さんのエッセイをですね、まあ、映画化したもので、まあ、黒木春とか多部未華子とかが出てると。で、この森のいる場所っていうのが2017年の日本映画で、あの画家のですね、熊谷森一っていう人を山崎努が演じて、その妻をキキキリンが演じたですね、電気映画になってますね。ということで、まあ、最近の話だったので、ちょっと難易度は低めかなというふうに思いましたね。続いて設問の4に行きたいと思いますけれども、大杉蓮が制作組織を務めた作品を答える問題ですね。で、これ答えは境界師ですね。まあ、これも比較的最近の話だったので、まあ、特にこう大杉先生が亡くなった後にもね、この作品の話っていうのは話題にはなったので、まあ、比較的難易度は低めかなと思いますけれども、まあ、一応選択肢のことを補足しておくと、この明日の記憶はですね、2006年の邦画で、あの渡辺謙が初主演した映画でしたね。で、このサトシの青春っていうのが、あの昭和騎士のですね、村山サトシさんっていう人を題材にした映画でですね、あの松山ケンイチが演じたと。それからデイ&ナイトっていうのは、これは山田孝之がプロデュースに専念した映画でしたね。ということでですね、まあ、大杉蓮さんはもう2018年亡くなられたんですけれども、この人ブレイクしての結構遅くてですね、40代入ってからでしたね。で、多分ソナチネ、北野武史映画のソナチネでブレイクして、それ以降もですね、北野武史映画にはもう花火とかブラザーとかたくさんの映画出てましたし、まあ、最近だとシンゴジラのね、総理大臣役とかね、印象に残ってると思いますけど、まあ本当に40代過ぎてからもう何百っていう作品出た人でしたね。それから設問の5に行きますね。パラノーマルアクティビティ、ゲットアウトなどを手掛けたですね、映画制作者を選ぶ問題ですね。これ答えはジェイソン・ブラムですね。で、これ難易度一応3つにしたんですけど、まあホラー方面に、まあ、強ければそんなに難易度は高くないかなと思うんですけど、僕自身があんまり詳しくなかったっていうのもあって、ちょっとこの難易度にしてみました。で、まあ、ジェイソン・ブラムさん自体は、まあ、結構本当にこの有名な人でですね、あの低予算のホラーサスペンスのですね、もうプロデュースではですね、本当にかなり知られててですね、あのパラノーマルアクティビティ、インディアス、フッテージ、パージっていうようなシリーズものをやってるし、M. ナイト・シャマランのですね、スプリットとか、あとはホラー映画じゃないんですけどね、セッションってね、あのデミアン・チャゼルの音楽映画ですけども、まあ、こういう低予算映画とかをですね、手掛けてる人ですね。それから選択肢2番目のジェームズ・ワンですね、まあ、この人といえばソーシリーズですよね。まあ、これで多分皆さん知ってると思うんですけれども、まあ、これが大ヒットしてシリーズ化をしたというのはもうご存知かと思いますね。で、以降ですね、あの狼の死刑宣告とか、あとはインディアスですね。それから、まあ、最近だと資料館のシリーズ
リーズ、アナベルとかですね、ああいうものを手掛けたりしてて、で、まあ、ホラーはもうやめるって言ったんですけど、またやったりもしてて、で最近だと結構ね、対策アクション映画、例えばワイルドミッション、スカイミッションとかですね、あとはアクアマンとかですね、まあ、こういうような対策も手掛けてると。で、それからこのショーン・S・カニンガムさんっていう人ですけれども、この人はですね、鮮血の美学っていう映画、これの制作をやった後ですね、13日の金曜日っていうね、有名なシリーズの1作目を監督してますと。で、後にこの84年のですね、エルム街の悪夢っていうね、まあ、後にこの2つのシリーズで対決しますけど、まあ、これの、まあ、チェイスシーンの手掛けてるんですね、ノンクレジットなんですけど、でちなみにこの鮮血の美学もこのエルム街の悪夢も監督はウェス・クレイブンですよね。でそれからこのロイ・リーっていう人ですね、この人は例えば J ホラーのリングとかジュオンのハリウッドリメイクザ・リングとかザ・ジュオンとか、あとは韓国映画のリメイクハリウッドでのオールドボイとかイルマーレとか、まあ、こういうのをやってるプロデューサーさんで、2006年にはディパーテッドでですね、プロデューサー務めてアカデミー賞も取ってると。でさらに、まあ、それ以降で言うと、ヒックとドラゴンとか、イット、それが見えたら終わりとか、ゴジラ、キングオブモンスターズとかですね、結構幅広くいろんな作品をプロデュースされてるというような方ですね。まあ、プロデューサーだけ覚えるともなかなかね、ないことかもしれませんけども、この辺は結構、まあ、重要なとこかなという感じですね。では次に質問の6ですね。ザ・リングとかザ・ジュオンの J ホラーのハリウッドリメイクを手掛けた制作者を選ぶ問題ということで、まあ、さっきの設問の子でも補足をしちゃったので、まあ、答えを言っておくとロイ・リーということで、まあ、詳細はですね、設問の子の方法を見ていただければなと思います。では設問の7に行きますけれども、まあ、是枝裕和監督の作品と国際映画祭における受賞結果の組み合わせとして正しいものを選ぶ問題ということで、まあ、誰も知らないカンヌ国際映画祭の最優秀男優賞、幻の光、なんとこ、三大陸映画祭グランプリ、万引き家族、アカデミー賞外国語映画賞、ワンダフルライフ、ベネチア国際映画祭オゼル賞ということで、答えはですね、誰も知らないカンヌ国際映画祭最優秀男優賞ということで、これは難易度1にしてますけども、これはですね、当時のことを知ってればまあ分かる話かなということで、まあ、カンヌ国際映画祭の最優秀男優賞を柳楽優弥が当時最年少で受賞したということでかなり話題になったので、まあ、これはまあ知ってるかなというふうな感じですね。まあ結構なんと三大陸映画祭のグランプリ作品なんてなかなか知らないので、まあこれを知ってればわかるかなっていう問題で難易度は1にしてますね。でちなみにちょっと補足しておくと、と誰も知らないのことはまあいいとしてですね、幻の光っていうのはこれ是枝監督の1作目の映画ですよね。でこの映画が取った賞っていうのが選択肢の4番目にあるベネチア国際映画祭のオゼッラ賞っていうですね、ちなみにこのオゼッラ賞っていうのは脚本賞のことですね。でこれから万引き家族に関してはこれカンヌ国際映画祭のバルモドール、まあ、最近の話なんでご存知かと思いますね。で日本人が撮ったっていうのが97年のうなぎですね、稲丸翔平監督の作品の以来21年ぶりだったということ でアカデミー賞の外国語映画賞はローマが撮りましたよね、アルフォンソ・キュアロンの。でまあアルフォンソ・キュアロンのこのローマが作品賞ですね、外国語じゃない作品賞にもノミネートされてたんで、まあこっちが優勢だろうということで、まあこっちが撮ったという感じでしたね。それからワンダフルライフはこれ監督の2作目ですね。でこれが選択肢の2番目にあるなんと三大陸映画祭のグランプリを取ったというふうな映画ですね。設問の8に行きたいと思いますけれども、今度は北の作品とですね国際映画祭の受賞結果と組み合わせを選ぶという問題ですけれども、選択肢はアウトレイジがカンヌのパルムドール、菊次郎の夏がアカデミー賞外国語映画賞、ザトイチがベネチア国際映画祭の銀獅子賞、それから花火がベルリン国際映画祭のキングマ賞ということで、答えはザトイチ、ベネチア国際映画祭の銀獅子賞ですね。これ星3つにしてますけども、たけし映画がですね、まあ、パルモドールアカデミー賞の外国語映画賞を取ってないっていうことを知っていれば、まあ、選択肢は下の2つには絞れるかなと、まあ、さあどっちだっていうところですけれども、たけし映画に精通していればまあ分かるかなという問題ではありますね。一応補足しておくとですね、アウトレイジはカンヌのパルモドールにはノミネートされたんですけれども、まあ、受賞はならなかったと。ノミネート作品の中では評判はあんまり良くなかったみたいなことは書いてありましたね。それから菊次郎の夏ですけれども、これもカンヌ国際映画祭のパルムドールノミネートでしたね。でアカデミー賞の外国語映画賞で日本語作品が取ったっていうのは送り人の一作だけなんで、まあ、これ知ってればまあ外せる選択肢ですね。
それから、まあ、座頭市は、まあ、言う場でもなくなんですけども、一応補足で、まあ、葛新のですね、代表作ですね、座頭市物語のシリーズっていうのを北野武が映画化したわけですね。でそれから花火ですけれども、これはですね、ベネチア国際映画祭の金獅子賞ですね。なのでベルリンじゃないというところですね。ちなみにこの金獅子賞を取ったっていうのはですね、1958年の稲垣浩監督、三船敏郎主演の無法松の一生以来40年ぶりだったというところですね。というところをちょっと押さえておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、たけしは結構ね、ヨーロッパでの評価高いんで、まあ、その辺の作品との映画賞のマッチングをさせておくと、もし次回以降出たら答えられるんじゃないかなというところですね。それから、設問の9ですね。これはですね、クーリンチ少年殺人事件の監督を選ぶ問題ですね。答えはエドワード・ヤンですね。まあ、これも比較的難易度は低めかなと。まあ、アジア映画全然見ない人はちょっと分かんないかもしれませんけども、まあ、この映画も結構有名な映画なんでね、まあ、知ってるかなというところですけど、まあ、まずアンリーですね。この人は台湾の映画監督で、まあ、本当にハリウッドでも活躍してる人なんで、まあ、ご存知かと思いますけれども、まあ、最初に話題になったのが、94年の恋人たちの食卓、まあ、これがアカデミー賞の外国語映画賞ノミネートされて、その後いつか晴れた日にっていう95年の映画でハリウッドに進出して、このグリーンデスティニーですね、2000年の映画でアカデミー賞外国語映画賞を取ったと。でそれ以降でいうと、ブロークバックマウンテンとかライフオブパイトラと漂流した227日っていう映画でアカデミー賞の監督賞をもう2回も取ってらっしゃる監督さんですね。それからウォンカーワイですけれども、この人は香港の映画監督ですね。で88年の今すぐ抱きしめたいで初監督して以降ですね、まあ、90年の欲望の翼とか、90年の恋する惑星、95年の天使の涙とかね、結構もう彼のね、こう特徴、映像部分っていうのがね、存分に発揮された作品とかがね、有名ですよね。それから、まあ、2046っていう映画でキムタクを起用したというのも話題になりましたね。で、まあ、エドワード・ヤンですね。まあ、その先ほどのクーリンチェ少年殺人事件以外で言うと、このヤンや夏の思い出、これでカンヌ国際映画祭の監督賞を取ったりしてると。で、2007年にね、こう、59歳っていう若さで、まあ、癌の合併症で亡くなられていらっしゃる。で、放射線なんかはですね、この人、まあ、一番有名な非常都市ですね。89年のあの、228事件っていうね、台湾で起きた事件の映画化でですね、ベネチア国際映画祭のグランプリ取ってらっしゃいますということで、まあ、この選択肢の中ではですね、ボンカーワイだけが香港で、あとの人は台湾ですね。今、まあ、補足ですけれども、このクーリンチェ少年殺人事件っていうのは、あの91年の香港映画で、まあ、実際にですね、61年に台湾で起こった殺人事件の映画化ですね。まあ、結構長い映画ですけれどもね。でこ の, あのアン・リーとですね、エドワード・ヤン、ホフ・シャオシェンっていうですね、この3人は台湾で80年代から90年代にかけてですね、台湾ニューシネマの監督として活躍をしたというところが知られているというところで、まあ、アジア映画では抑えておくべき人映画かなというところですね。それから設問の10ですけれども、ウォン・カーワイ監督作品を選ぶ問題ですね。でこれ答えはですね、恋する惑星ですね。まあ、ウォン・カーワイもね、結構人気の監督なので、まあ、代表作をそれなりに見ておけば、まあ、恋する惑星と、まあ、すぐにマッチングするかなというところですね。まあ、一応この辺、まあ、さっきの問題でも出てきたところなんで、まあ、それを見ていただければなというふうに思います。まあ、難易度は一応2つにしてます。で設問の11なんですけれども、今村翔平監督のうなぎの制作興行体制が行われた映画会社によるプロジェクト名を答える問題ですね。でアルゴプロジェクト、 JMB ウォーズ、シネマジャパネスク、東映 V シネマで、答えはシネマジャパネスクですね。星3つにしてますけれども、ちょっと聞き慣れない、名前が並んでるかなとは思いますね。でまあ、しっかり調べてないとなかなか馴染みはないかなと思うんですけど、一応補足しておくとですね、アルゴプロジェクトっていうのは1989年に始まった6人のプロデューサーが立ち上げたプロジェクトで、もう自分たちの力で制作配給興行をやると、で大手にはないようなシステムを作ろうということで、まあ、それ用の映画館もですね、新宿と梅田に開けていたんですけれども、まあ、徐々に赤字がかさんで、まあ、93年にはアルゴピクチャーズって名前に変えて、現在はもう制作しかしていないと。まあ、一応代表的な作品で言うと、12人の優しい日本人とか、ヌードの夜とかがあると。で、この JMB ウォーズっていうのは、92年の12月から93年6月にかけて、ワウワウで放送された作品なんですね。まあ、5人の映画監督が1話10本を4話ずつ作るというもので、まあ、いろいろと、まあ、西洋一とかがですね、携わっていて、まあ、その中で作られた出次はどっちに出ているっていうのが、劇場版にもなったということでしたね。で、このシネマジャパネスクなんですけども、これ、松竹 の, あのプロデューサーの奥山和義氏が行ったプロジェクトでですね、まあ、低予算映画っていうのを臨機応変に、その松竹系の映画館で上映関数を調整するっていうようなやり方
で結果的にはうまく工業成績的にはいかなかったんですけれども最近では評価されていると。で後にまあ奥山和義氏がまあ松竹から解任されちゃったことで結局企画としては1年も持たなかったと。ただその後にですねうなぎっていうねこの今村翔平監督の映画がカンヌのパルムドールを取ったし黒沢清監督が世界的に評価を受けるキュアとかですね生み出したりしてるんで、まあ、1年で終わったのは持ってなかったかなという感じはしますけどね。でそれが東映 V シネマですけどこれ1989年に始まった、まあ、あの劇場公開は前提じゃない、まあ、ビデオ屋さんでレンタルをする用の作品として作ったものですね、まあ、この頃、まあ、レンタルビデオが最盛期迎えたちょっと後ぐらいでしたからね。で、まあ、一応補足しておくと、まあ、うなぎは97年の映画でカンヌのパルムドールを撮って、でパルムドールがこの同じ今村翔平監督の83年の奈良山節子以来というふうなところが話題になったところでしたね。それから設問の12に行きますと、ジムビーウォーズの企画作品を答える問題で、答えは月はどっちに出ている。設問の11でちょっと補足をしたのであれですけれども、まあ、この企画自体をまあ知っていれば答えられるんですけども、なかなかまあちょっと難しい、まあ、ちなみに選択肢を補足しておくとですね、まあ、神風タクシーっていうのはこれは95年の原田雅人監督の映画でですね、なんか原田雅人がラストサムライの時にトム・クルーズにこの映画とかのなんか紹介をしたらそれが2004年のコラテラルに使われたみたいな話がねちょっと知られてますね。でこの木はですけども、これは97年の黒沢清監督の映画で、上の選択施設もにもあったシネマジャパネスクの企画ですね。でこの死んでもいいは92年の石井隆監督の映画でですね、これの担当がディレクターズカンパニーですね。なんとクランクインの10日後に会社が倒産してしまって、アルゴプロジェクトっていうね設問11で取り上げたところが引き継いで、なんとか映画化できたと。しかもですねこの映画はですね82年と89年にも映画化をしようとしたんですけれど もうようやく92年に映画化できたというようなですね、なんかいわくつきの企画みたいですね。で設問の13に行きますと、岩井俊二監督のラブレターの撮影監督を答える問題ということで、これ答えはですね、篠田昇さんと、まあ、撮影担当ってなると難易度は上がるかなとは思いますね。難易度4つにしてます、まあ、一応上から見ておくと北信康さんは、まあ、ラブレターでは助手を務めた人で、最近だと三池崇史監督の作品を多く手掛けてますね。クローズゼロ2以降でですけれども、で13人の資格2010年の作品では日本アカデミー賞で最優秀撮影賞を取ってると。で佐向明さんはですね、まあ、いろんな代表作品があってですね、踊る大捜査線とかポッポやゴハットピンポン海猿ローレライ鍵どころボードメセットとかですね、まあ、いろんなメジャー作品をやってる人ですね。で篠田昇さんは相米慎二監督のラブホテル85年の映画で初めて劇場用の撮影監督を務めて、アンドゥ以降の岩井俊二監督の作品をやってると。で2004年の世界一の中心大を叫ぶでは最優秀撮影賞を日本アカデミー賞で取ったんですけれども、同じ年に肝不全のために52歳という若さで亡くなる。で福本潤さんは、草田勲監督の作品を中心にやってると。で一応補足解説でも載ってましたけれども、この4人が共通している点っていうのは93年の相米慎二監督のお引越しっていう映画で撮影協力っていうのをしているという形ですね。なかなかね撮影監督まで覚えるっていうのはね難しいんで、これはちょっと難易度高めかなと思います。で設問の14ですね、塚本慎也監督の鉄夫がグランプリを受賞した映画祭を答える問題ですね。これ答えはですね、ローマ国際ファンタスティック映画祭ですね。難易度は一応5にしてます。さすがにこの映画祭のことを知ってる人少ないんじゃないかなと思いますね。普段聞かない映画祭ですからね。で一応見ておくとですね、このアゴリアツ国際ファンタスティック映画祭っていうのは73年から93年までフランスで行われた映画祭で、オカルトとかホラーに限定した映画祭でやってたんですけれども、まあ、94年からはですね、フランス国内作品に限定をしたですね、ジェラルム国際ファンタスティック映画祭っていうふうに引き継がれてると。ちなみにこのアボリアッツの映画祭では日本国内の作品が受賞した経験はないと。でこのシッチス・カスタロニア映画祭っていうのは1968年からスペインで行われている映画祭で、日本作品だとリングザトイチが撮ってると。で夕張国際ファンタスティック映画祭は90年にですね、北海道の夕張市で開催されている映画祭ですね。ちなみにですけれども、あのタランティーノがレザボードックスを撮った時に招待されてるんですけれども、まあ、その時にこの映画祭のことを気に入ったみたいで、まあ、日本が舞台になったですね、キルビルの一作目ですね。ここで出てくる栗山千楽のキャラクターがゴーゴー夕張っていうのはこの夕張国際ファンタスティック映画祭から来ているらしいですね。でそれからローマ国際ファンタスティック映画祭はあんまり情報がなくてですね、一応80年に始まったってことぐらいしかちょっと分かんないんですけども、
一応補足でですね、あの鉄道のことを話しておくとですね、1989年の日本映画で、あの塚本晋也監督の作品と、で田口智朗がね、一応その鉄になっていく男の役を演じてですね、田口智朗が一応キャリアの初期で出た映画と、で一応シリーズ化して3作品作られてますよと。で塚本晋也に関して言うと、電柱小僧の冒険っていう88年の映画で PFF アワードのグランプリを取って、でこの鉄道がですね、先ほど申し上げたローマ国際ファンタスティック映画祭のグランプリを取ったと。でその後もメジャー作品を取るようになってですね、例えば最近だと市川崑監督ののびのリメイク、のび15年ですね、それからザンですね、18年の映画とかを取ったりしてるし、あとはですねマーティン・スコセッシの沈黙サイレンスにも出てたりとかですね、本当に国際的にも評価されてる人ですね。では説問の15ですね、あのフィールド・オブ・ドリームスと同時期に制作されて野球選手ジョー・ジャクソンの人生を描いた映画を答える問題ですね。これ答えはですね、8メンアウトですね。難易度は4にしてますね。もうこの8メンアウトって日本では劇場未公開なんでですね、難易度は高いかなとは思うんですけども、まあ、フィールド・オブ・ドリームスのことが好きだったらですね、おそらく8メンアウトのことも同時に知ることにはなるかなと思うんで、まあ、一応まあ選択肢見ておくところ、8メンアウトは88年なんですよね。でフィールド・オブ・ドリームスが89年の映画ですね。でこの選択肢すべてがですね、ジョン・セイルズって監督の作品で、まあ、一応公開時期としてはこんな感じということですね。あんまり知られてる監督ではないですよね。でこのフィールド・オブ・ドリームスで描かれているこのジョー・ジャクソンっていうのが、まあ、一応補足しておくとですね、あのフィル・アルデン・ロビンソン監督の映画に出てくるんですけれども、まあ、ケビン・コスナーが、まあ、野球場を作ったら、まあ、そこにですね、ブラックソックス事件っていうですね、1919年に、まあ、メジャーリーグのワイルドシリーズでですね、八百長事件が起こったんですね。で、まあ、ホワイトセックスの選手8人が賄賂を受け取って、まあ、そのホワイトをかけてブラックソックスって言ってるんですけれども、まあ、わざと負けたんちゃうかと。ただですね、ジョー・ジャクソンは結構ですね、好成績だったんですよね。だから未だにこの人が八百長に関わったかどうかっていうのは議論されてるというところですね。でジョー・ジャクソンをフィールド・オブ・ドリームスではレイ・リオッタが演じてましたね。でどっちかというと8メンアウトは、まあ、その時のお話で、フィールド・オブ・ドリームスはちょっとファンタジーの話なんでちょっと違いますけれどもね、まあ、ジョン・セイルズに関して言っておくとですね、まあ、ロジャー・コーマンの元で働いててですね、あのピラニアとかの脚本書いたりしてたと。で俳優のデビッド・ストラザーンが、まあ、友人でですね、結構彼の映画によく出ているというところなんですけども、まあ、ジョン・セイルズ作品自体は僕も多分一個も見たことはないんですけど、まあ、ちょっと難易度高いかなと思いますね。で説問の16ですね、アンドロイドは電気羊の夢を見るかの映画化作品で映画音楽を担当した人物が参加していない作品を選ぶ問題という非常にややこしい問題ですね。この1492のコロンブス、トータルリコール、南極物語、炎のランナーで答えはトータルリコールですね。まあ、難易度は3にはしてますけどね、これ段階を踏まないと答えられないもん。まずアンドロイドは電気羊の夢を見るかの映画化っていうのが、これブレードランナーっていうのがまず分かるかどうかですね。まあ、それは分かるとは思うんですけども、まあ、これフィリップ・K・ディックの原作ですよね。でこれを担当したのがヴァンゲリスっていうのが分かると、ヴァンゲリスの作品を知ってれば答えられるし、でトータルリコールがジェリー・ゴールド・スミスっていうのが分かればこれも分かるんですよね。で一応ですね見ておくと、まあこの1492コロンブスっていうのが92年の映画なんですけど、これリドリー・スコット監督で、ブレードランナーが82年なんで、10年ぶりにリドリー・スコット作品にヴァンゲリスが参加したっていう作品でしたね。でトータルリコールが90年なんですね。これはフィリップ・K・ディックの追憶を売りますっていうね、小説の映画化というところが、まあ、ブレードランナーと共通しているところでこの選択肢が入ってるんだと思いますけれども、ポール・バーホウェイ監督作品と。で2012年もリメイクされていると。でこの南極物語は日本の映画ですよね。1983年の倉原惟吉監督の作品で、で炎のランナーが81年のヒュー・ハドソン監督の映画で、まあ、海辺を走るシーンで流れるあのピアノの音楽っていうのは、まあ、もう誰もが知ってる音楽ですよね。ということで、まあ、このヴァンゲリスはこの炎のランナーとか82年のブレードランナーでめちゃくちゃ注目を集めた中で、83年に日本の映画にですね、なんと担当してると。かなり粘り強い交渉があったみたいですね。で、まあ、ヴァンゲリスに関して言っておくとですね、この人ギリシャ人で、日本で一番馴染みがあるのは、まあ、その炎のランナーの音楽もそうですけども、2002年の日韓ワールドカップの時のアンセムを作ってるので、まあ、多分それで聞き馴染みは結構あるかもしれないですね。でジェリー・ゴールド・スミスも、もう非常に音楽
家としてはもうめちゃくちゃ有名な人で、アカデミー賞には18回ノミネートされててですね、オーメンで受賞はしてますよね。まあ、メジャー作品でいうとね、猿の惑星とかチャイナタウンとかスタートレック、エイリアン、ランボー、氷の美少、エルエコンフィデンシャル、まあこの辺り撮ってるということで、もう SF からですね、サスペンスからかなり幅広く撮る人ですね。ということで難易度は3と。で、設問の17ですね。ミツバチのささやきの監督を選ぶ問題ですね。カルロス・サウラ、ビクトル・エリセ、ペドロ・アルモマドバル、ホセ・ルイス・ギリンということで、答えはビクトル・エリセですね。まあ、これ難易度3にしてますね。まあ、スペイン映画を、まあ、見てる人は少ないかもしれないんですけど、まあ、ミツバチのささやき非常に有名な映画なんで、まあ、これは知ってるかなっていうところで、ちょっと難易度3に、まあ、ちょっと高めですけど、しておきました。まあ、カルロス・サウラっていう人はアカデミー賞の外国語映画賞に3回ノミネートされている人らしいですけれども、僕は1個も見たことないですね。で、まあ、ビクトル・エリセは、なんと3作品しか作ってないっていうのでも有名ですね。それからですね、ペルドロ・アルモドバルさんは、まあ、有名なのはオール・アバウト・マイ・マザーとかトーク・トゥ・ハーとかですね、この辺はアカデミー賞でもですね、例えばトーク・トゥ・ハーなんていうのは脚本賞を取ってるんですけど、確か外国語映画では初めてだったんじゃないかな。それからホセ・ルイス・ゲリンスは、シルビアのイル・マチデとかで評価されている人ということで、全てスペイン人というふうな形になってますね。で、ミツバチのささやきは73年の映画でですね、まあ、スペインのですね、フランコによる独裁政治がですね、終わる数年前の作品で、作品の中にですね、その独裁政権に対するこう批判というのが、まあ、暗示されているというところで、なかなかね、その時は、まあ、当時はそういうことをね、こう映画内でがっつり描くというのができなかったんで、まあ、後にかなり評価された映画ということですね。で、設問の18ですね、友達のうちはどこの監督を選ぶ問題ということで、これ答えはですね、アッパス・キアロスタミ監督というところですね。まあ、これですね、すべて選択肢がイランの人ですね。まあ、イラン映画に詳しい人というのもなかなか少ないかもしれませんけれども、まあ、アッパス、キャロスタミはですね、まあ、この友達のうちはどこに続くですね、3作品で3部作を作って、まあ、評価を受けると。で、97年の応答の味っていう映画でカンヌのパルムドールを取るんですけれども、この時に日本の今村翔平のうなぎと同時受賞ということでも話題になったと。で、アミール・ナダリに関して言うとですね、まあ、2つの作品でなんと三大陸の映画祭でグランプリ取ってると。あとマジット・マジディはもう運動靴と赤い金魚で有名ですね。モフセン・マフ・マルバフはですね、カンダハールが一番有名ですね。というところで、まあ、ちょっと難易度は高いかなと思いますね。なかなかイラン映画に馴染みのある人も少ないと思うので。それから説問の19ですね、森田芳光監督の家族ゲームのですね、原作者が答える問題で、大鶴義丹、佐藤正吾、辻仁成、本間洋平で、答えは本間洋平。これ難易度4ですね。まあ、原作までちゃんとね、頭に入ってる人っていうのは、まあ、簡単な問題かなとは思うんですけれども、まあ、一応大鶴義丹で言うと、このスプラッシュっていう小説が、スバル文学賞、佐藤正吾に関しては A の2分の1、辻仁成はピアニッシモ、本間洋平が家族ゲームで、まあ、それぞれこの文学賞を取って映画化されているというのがこの家族ゲームで、本間洋平が答えというところですね。まあ、ちなみに家族ゲームは1983年のね、森田芳光監督の作品でね、松田優作が主演して、まあ、結構森田芳光監督作品では代表作ですね。で、最後に設問の20ですけども、雪よきて新軍の監督を答える問題ですね。選択肢としては田原総一郎、原和夫、森達也、安岡拓司ということで、答えは原和夫ですね。まあ、これ非常に有名なドキュメンタリー映画なので、まあ、ドキュメンタリー映画詳しくなければ分かんないかもしれないんですけれども、まあ、比較的分かりやすい問題かなと思いましたけどね。で、ちなみに田原総一郎は、まあ、東京12チャンネルっていう今のテレビ東京ですね。で、テレビドキュメンタリーをやっててですね、71年のあらかじめ失われた恋人たちをで映画監督もしてるんですね。で、まあ、原和夫はですね、まあ、この作品以外で言うと、さよなら CP っていう72年のね、脳炎の患者さんを描いた映画とかで有名ですね。それからですね、まあ、森達也はもうおそらく今日本の映画界のドキュメンタリーでトップの人だと思いますけれども、まあ、オウム真理教の信者を追ったですね、 A っていう映画とか、あとは佐村コーチのですね、ことを描いたフェイクとか、あとは去年で言うとですね、愛新聞記者ドキュメントですね、望月記者のことを追ったドキュメントとかね、まあ、非常に話題作多い人ですね。それから、まあ、安岡城拓司さんはですね、雪よきて新軍では助監督、それから森達也監督の A とか A2 ですね、この辺りでは制作編集撮影を務めてらっしゃるというところで知られてる人という形ですね。まあ、ドキュメンタリー日本で有名な人っていうのもね、そんなに数いないので、まあ、まあ日本のドキュメンタリー界ではですね、まあ、おそらく森達也、原和夫あたりが、まあ、トップ
ップクラスの人たちかなと思うんで、まあ、この辺の人たちの作品を まずは押さえておくといいんじゃないかなというところですね。というところで長くなりましたけども、一応設問20までは以上というところで、続きは後ほどの動画でご覧いただければなと思います。とりあえず最後までご視聴いただいてありがとうございました。